本日は LJL2016 サマースピリットラウンド5マッチ1の模様をお送りしております。さあレボルさん、今度はやり返しましたよ。難しい構成で序盤からアドバンテージを作っていた、ま、スカーズ非常に見事な動きだったと思いますね。ブラックアイはずっとボットレーン狙っていたんですが、カズ選手にずっと封じられてしまいましたよね。なんでスイズルが起点としてちょっと動けなかったと。今回カリスタをピックしてエンゲージできる AD キャリーをピックしていたんですが、まあ、ことごとく活かせなかったということで、まあ、かなり辛い戦いになってましたね。これで一つお互いのカラーというものがまあ見えた。1対1をとりあえず封じてボットレーンを支配した方が勝つといったようなこうカラーになってきたのかなと。特にブラックアイがボットレーンから作る傾向が強くなってますよね。1試合目は、2試合目はカリスタというところでボットから起点が作れたときにブラックアイは有利になっていく。一方スカーズは、まあ、強いレーニングが強いチャンピオン、カルマというチャンピオンをピックしてはいるんですが、トップのアルフォード選手を育てる展開を先ほど作っていましたね、うん、ボットに目を引きつけつつもそこはかわしてトップを有利作っていくというような形が、まあ、スカーズ狙っていたのかなという感じがしますね。あ、なるほど。確かにアルフォードが暴れてましたね。かなり、ユビー選手もガンクトップレーンしてましたからね。まあアルフォードアイソレーションという言葉があるぐらいですからこの試合でもその辺には見せてましたよね。トップでかなり暴れてましたよね。あとやっぱりエコーはちょっと難しいのかなっていうのは、ガンクを受ける前までであればイーブン以上に戦えていたんですが、一度ガンクを受けてしまって相手にトランドルにアドバンテージを取られてしまうと、まあ、挽回する術がないように思えましたね。一つあるとすればリフトヘラルドのバフなんですが、それもコントロールされてしまいましたし、 かなり辛そうなトレーニングでしたね。あとカリル・ルイですよね。まあ、レボルさん2回おっしゃいましたけど、どちらとも赤スナイトということで緑でいいんじゃないかということも言ってましたけれども、もしくは先ほどのような動きをするんであれば青スナイト、まあ、レクサイなんかが最近多いでしょ。あのマチットル止めて何でしたっけ、サイトストーンをラッシュしてから、まあ、ブルーにするっていうの増えてますが、ただジャングラーに対してプレッシャーかける動きというよりもレイに対してプレッシャーかける動きでしたか。それを考えるとまあ、せめて青スマイト、もしくは序盤安定させるという狙いも含めて緑でワードのが変えるスマイトにするというのが、まあ、とりあえず序盤安定させる上では重要なのかなという感じもしますね。まあその序盤が非常に重要になってくると、序盤アドバンテージ取った方がうまく中盤にこうスノーボールできてますからね。中盤戦始まる前のところでいかに自分たちの状況を整えられるかというのが両チームにとって鍵になっているそうですね。あとこの2戦ともがですね、トランドルを取った方が勝ってる、そしてファーストピックに両チームとも選んでるわけですよ。ってなった時にこうドラフトの少し変化という意味でこのトランドルをレッドチームが僕はバウンスする最後のドラフトでバーンするんじゃないかなと思ってるんですけど、そうなるとスカーズがまあ今度レッドサイドになるわけですよ。でトランドルもバーンしましたってなるとアッシュが開くんですよ。そうなりますね。でもしくは今までバーンしてる傾向のチャンピオンが開くわけですけど、1試合目スカーズがレッドサイドでケイト・スウェイン・ブラッドでした。ここに多分アッシュを加えてくることになると思います。ってなるとスウェイン、ケイトは先ほどもバーンしてましたからスウェインかブラッドが開くとになると思いますね。さらにそこにアッシュも、トランドルも加えなきゃいけないとなるとちょっとバン枠足りなませんよね。足らないと思いますね。ってなるとスカーズはかなり考えてドラフトしなければいけないと。この場合ケイトとスレインは外すんではないかと思いますが、そこにじゃあトランドルとアッシュを入れると、もしくはトランドルをバンせずにスレインも開けて相手にトランドルを取らせてスウェインをカウンターで当てるというようなドラフトの可能性もあるかなと思いますが、ただそうなるとブラックアイはスウェインをバーンすればいいんじゃないですか。そうなりますよね。結論から言っちゃうと、ですから最後のところまで、まあ、スカーズとしてはドラフトの組み立て方が鍵になってくるのかなという感じがしますね。2つ目でスウェインをバーンしなかった時点でおっという感じで、ブラックアイは最後の3つ目のドラフトバーンを変えられますからね。あとアジールとライズが全くピックされないこの2チームなわけなんですが、スカーズとしてはまあビクターを徹底的にピックしていってますよね。一方のブラックアイはギリーンということで、両者ともにミッドの安定性と
というところを意識してるのかなという感じしますね。そこを3試合目でもあえて変えませんかね。今回焦点になってるのはトップとボットですから、ミッドを変える余地というのはもしかしたらないかもしれないですね。あ、なるほど。ミッドはまず安定させたいというふうに考えていると思いますね。さあ、それではそのゲーム3のドラフトですね、見ていきましょう。シビアがまずはファーストバン、もうこれは徹底してデイワンには使わせないという意思。そしてケイトーバン、ここからですよね。そうですね、ここからのドラフトです。ここから先ほどはレックサイ・イレリア、ゲーム1ですね、イレリア。さあ、イレリアをバン。問題はスカーズなんですよ。アッシュ、トランドル、スウェイン、ブラッド、この4チャンピオンをどう判断するかですね。あえて全部バンしないっていうのはどうですか。やめたようですよ。一つ方法としてあると思います。強力なチャンピオンを残して、相手は一つしか最初強力なチャンピオンを取れませんから、代わりにレッドチームの場合は2人取れるというところを生かすドラフトの方法もありましたが、とりあえずはブラッドは取れましたね。あ、トランドルバンですか。ブラックアイがバンしましたよ。やはりスウェインを開けて2つ目のバンがブラッドだったということで、これアッシュだってバンでいいじゃない。はい、ですからトランドルに対してスウェインを当てられてトップドミネートされることを警戒したのかもしれないですが、ただでだったらスウェインバンでよくないですか。スウェインバンでいいと思います。でアッシュバンでトランドルでいいと思いますね。ただあ、カルマを優先しましたか。ここで来て変えてきましたね。さあ、そしてスウェインオープンですから、スウェインを取る形、そしてレッドサイド。おー、カズにカルマはダメだということですか。ここ先ほどのプレーでカズ選手がドラフトに大きく影響を与えたというのはスカーズにとって大きなアドバンテージになりそうですね。スウェイン、レクサイ、特にビビ選手、レクサイ非常に素晴らしいプレー見せていますし、アルフォード選手のスウェインのレーニングの強さといったところもありますからね。今現状スウェインに対してカウンターとして機能するチャンピオンとなると、イレリアもいませんし、フィズもナーフされてしまいましたし、トップレーンでたら運用しますか。トップミッド、最近だとスウェインというチャンピオン自体があまり見られなくなってきてますよね。見られていた頃はトップでしたが、でもマウカー相手であればドミネートはできますね。ちなみに最近なんでそんなにスウェインが見られなくなってきたんですか。トップのメタが変わってきてですね、はい、トリニティフォースの変更があったのが大きいのかなと。なので、イレリアのようなファイタータイプ、スプリットプッシャータイプがよくピックされるようになってきて、スウェインがまあ、そういったチャンピオンに対してスプリットプッシャー、フィオラやイレリアに対してあまり強くないということでピックされなくなってきましたね。あとなんか何でしたっけ、ジャックスとか、あとウィッツエンドもかなり注目されてますよね。コストパフォーマンスがかなり上がったので、マジックダメージに対するカウンターアイテムと、あとはアタックスピードも上がるということで1対1の強さもグッと高まるというのもあって、かなり買われてますよね。特にイレリアが買うのをよく見ますよね。さあ、そしてフィズとルシアンですか。ナーフされたフィズを使うとなると AP になりますか。あ、ただバルス、これは後出しバルスになりますけど、これフィズからしたら狙い放題ですね。そうですよね。なぜバルス、強力なディスエンゲージのツールというのも、例えばカルマがブラウムであれば、いや、ただこれひょっとしたらスウェインミッドでフィズトップっていうことを読んでのバルスかもしれませんけど、バルス見たんだったらミッドフィズに変えられますよね。とサポートここバードでいいと思うんですが、ただ魔王界にフィズが当たっても確かにフィズが有利ですよ。そうですよね。ちょっとこのドラフトはブラックアイ仕掛けてはいきましたが、そうですね、スウェインがミッド、フィズがトップになりましたね。そしてスウェインに対してバルスは確かにカウンターとして機能すると思います。 E が、E の範囲ダメージがその上を通っていると回復半減効果がありますし、あとはブリンクのないスウェインに対してはアルティメットで
まあ、牽制することもできますからね。1対1ミッドレーンの1対1は有利な状況なのは間違いないですが、ただ強力なディスエンゲージのツールがない中で奥構成、そうですね、カルマですから、はい、カルマ、バルス、エズリアル、この3人のポーク、一方でスカーズはフィズという敵のバックラインに入るのが得意なチャンピオンと、まあ、レクサイも入っていくことになると思います。ここをどうコントロールできるのか。ただサポートが波なので、はい、レーニングを考えるとカルマに対してはレベル3以降は有利作っていけるんですが、集団戦を考えるとバードの方がプレッシャーにはなったと思いますよね。波がですか。はい、波がですね。ああ、なるほど。バードであればバルスに対してプレッシャーになるんですが、波だと、まあ、レーニングにちょっとこの構成の場合だと特化した形になるのかなというところが気にかかる点ですかね。ということはスカーズは先ほどのようなこの2戦目のイメージを持ってレーニングからゆっくりゆっくり有利を広げていきたいと、そういうことを考えているんだと思いますね。ブラックアイはそれを警戒してあらかじめカルマを最初に通ったと、レーンのアドバンテージを渡したくないということですよね。ただ今フィズトップってどうなんですか。あの一時期強いって言われてた時はあれですよね、ダブルアクティブにして殴った際に攻撃力が上がるマスタリーの、はい、戦いの立動のマスタリーが4スタック一気に溜まると、なんで2回殴れば8スタックっていう、はい、今はもうそれが溜まらなくなりましたから。あとはフィズ自身も少しずつナーフが入ってきてちょっと厳しいのかなという感じもしますが、イグナイトを持ってますし、トップのところアドバンテージ広げていく狙いがあるのは間違いないですよね。一応マオカイへのカウンターっていうのが確かありますよね。フィズは序盤から殴り合いのところで有利作れますからね。ただブラックアイとしてはトップレーンを耐えて、ボットも耐えて、そしてエズリアルとバルスのパースパイクを迎えてからポークでプレッシャーかけていくという展開を作るのが狙いになってくると思いますから、いかにレーニングフェーズを、耐え忍ぶかというのが鍵になりそうですね。一方のスカーズはレーニングフェーズからスノーボール仕掛けていかないと、この構成の場合だと活かしづらいのかなと。ちょっと敵の前に入っていくフィズとレックサイ、うん、一方で後方に、からエンゲージはできない波ですから、味方をサポートするのに長けた波というチャンピオンですから、ちょっとこう前後に分断されてしまう可能性が高いので、あらかじめアドバンテージを作っておかないと集団戦の形は難しくなるのかなという感じもしますね。ただバードだとカルマに対してレーニングってどうなんですかね。カルマの方がやはりアドバンテージは握ってるのかなと思いますね。ということは結構レーニングを重視したということですか。そういうピックになると思いますね。なるほど。さあマッチアップもう一度確認していきましょう。トップレーンからフィズがカウンターですし、さらにはイグナイトを持っているということを考えても、アルフォード選手が1対1アドバンテージを作っていかなければならないマッチアップになっていると思います。そこを広告選手がいかにカバーするかというのがトップレーンでの重要なポイントになると思いますね。ジャングル、ビビー選手はレクサイを使ってトップのアドバンテージを広げていく動きを狙っていくと思います。それに対してカルリー選手がカウンターを仕掛けていくのか、それとも視界のコントロールに徹底するのか、もしくはジャングルに入ってビビー選手を潰しにいくのか、さまざまな選択肢がある中でどう取っていくのか非常に楽しみですね。ミッドレーン、ガムイキ選手がレーンのところでアドバンテージを広げていくことになると思います。アリキャット選手はファームに徹するような形になると思いますね。互いにミッドファームレーンになりつつも、まあ、ムエキ選手が若干レーニングのところでアドバンテージを作っていくというようなマッチアップだと思いますね。ここからボットレーンです。 ADC、まあ、AD キャリーのところで、デイワン選手が使うルシアンの方がレーンの強さを持っていますし、波を使っているということからも、まあ、最初はもしかしたらカルマのプレッシャーでアドバンテージを失ってしまうかもしれませんが、徐々にスカーズの方がボットの2体にはアドバンテージを作っていくマッチアップになっていると思いますね。ちなみにこのゲームもまで全てレッドサイドですね。また勝利する勝利というのがブルーサイドですね。あ、ブルーサイドですか。はい、あ、そうですね、ブルーサイドですね。大変失礼いたしました。さあ始まりました、 LGL2016 サマースプリットラウンド5マッチ1ゲーム3、ブラックアイバーサスカーズの試合スタートです。サモナーズリフトへようこそ。ブラックアイがトップレーンのところに入っていく動き見せてますね。これは意図としては相手にスワップをさせたくないのか、それともやはり2体のところに連の強さというのもありますから、スワップ成功させたいのか。
どちらの意図も取れますよね、この構成だと。どちらにしても、例えばスタンダードなマッチアップ作るんであればレーニング自信があるということになると思いますし、スワップを作るんであればマップのコントロールやサイドレーンのコントロールで、まあ、勝負して相手に相手の行動をいなし続けるというような狙いを持っていると思いますね。ミニオンが出撃しました。さあそれに対してのスカーズ、どういったリアクションを取るのか。スカーズとしてはどうなんですか、スワップやはりしたいんですかね。この場合だと当てに行くことを考えてると思いますけどね。まあ確かにボットレーン映ってませんからトップサイドに行ってるというか、これ当てるっていうことですよね。それに対してブラックアイはそれをかわす動き見せてますね。さあ今度はスワップゲームからのスタート。まあこれはどうなんですか、カルマ取りましたけど、やはりエズリアルの連の強さというところが波には対抗しきれないという判断だと思いますね。あとは早めに、リコールするタイミングをエズリアルに作ることで涙の完成といったところを早めていきたいという狙いもあるかもしれないですね。なるほど。さあウルフの魂を取っているので吉明の動きは見えています。こうなるとまあサイドレーンのコントロールという部分が非常に重要になってきます。そしてサイドタワーもない状況になりますけど、そうなった時に有利になるのはどっちになるんでしょうか。単純に、マッチアップを作れるのであればスカーズの方が有利になりますが、ブラックアイはウェーブのクリアの速さといったところを生かしてマッチアップを避け続けながらサイドレーンを押し上げ続けるというような動きができるとブラックアイは有利な展開になると思いますね。その中で広告選手はウェーブクリア能力非常に長けた魔王界というチャンピオンを使ってますから、彼が一つ起点となってテンポのリードといったところを広げていきたいですね。さあその攻撃が使うのは魔王界。まずはまあこの光景は何度も見ましたね。ちなみに結構知られてないですけど、カルマってミニオンにシールド打てるんですよね。打てますね。しかもミニオンの移動速度は上がるんですよね。上がりますね。ただこの場合だと自身が敵のミニオンの攻撃を受けるので自身にシール使ってますね。あのキャノンミニオンにシールドをつけると結構なタワーを持ってくれるっていうことでね、だいたい1回分多く受けてもらえますよね。そうですね、1回から2回ですかね。まあ AP にも入れますけど。そうですね。ここ互いにトップレーナーが、あ、ただおっと早いのはスカーズですが、ただこれデイモン選手のアシストが入ってましたからゴールドが分化されてしまいましたかね。見てみましょうか。所持金が分割されてないですね。されてないですね。はい、範囲外になってましたか。このままファームできていますし、今のところはスカーズの方がうまくいってますね。やはりスワップを得意としていますし、そういったところを重要なミスといったところを起こさないですね。さあそして至って一般的なおっとスワップになりそうですね。お互いにタワーを折り合う形を取りますが、数がかなり国王のリコールを妨害して、リコールも遅れます。このリコールが遅れることによってタワーの割るスピードという点ではスカーズの方が、おっとしつこいですね。しつこいですね。ただこのしつこさというのは非常に大きいと思いますよ。まあこれで有利を運んでますからね。はい、これ先に一人多い形でスカーズの方がタワー殴れますから。さあかなり先手を取っている形なのはスカーズです。もうすでにアルフォードがこの位置を見ると、まあいかにこの妨害が有効的だったかっていうのがよくわかりますね。ここもしかしたらカリルイ選手もトップのシーズン参加しますか。しないとちょっとこの速度の差というのは埋まりませんよね。やはり相当差ができたんですね。ああそしてここトップに行くのやめましたよ。このビッグウェーブを処理しようと
それに対してスカードがどう判断しますかね。ドラゴンを取りに行くという判断もありますし、まあ、ボットのセカンドタワーという判断もありますが、さらにこれ姿見せたらだいぶもありますよね。ただ弾を落ちるプレイヤーはいませんか。ビビがただレベル5です。アルフォードが前に出る、カズも前に出る、デイワンも前に出る、寄ってはいますが、さあ今トップタワーが折れました。これ折れますよ。ギリギリ守りきれそうですね。さあスネアからスワッピングトスを取っていませんでした。広告前に出た瞬間を狙い撃ちがフラッシュインでシールドギリギリ間に合います。ここは吉明危なかった。ギリギリでしたね。2フラッシュダウンですか。それに対してデイワンとビビもフラッシュと、なんとか守りきりましたが、今の守りだというのは非常に大きいと思いますね。オブジェクトを渡すこともありませんでしたし、さらにこれトップレーンがスカーズがプッシュウェーブになっているので、広告選手がしっかりファームできるような状況になってますよね。これを考えるとここからじりじりと、ブラックアイがアドバンテージ広げていく展開が作れると思います。なのでスカーズはスタンダードなマッチアップは作らずにスワップの状況を続けますよね。ファームする場所が作れませんから、これは当然の判断だと思いますね。いわゆるカズがトップレーン、そしてデイワンもトップレーンに行って一回リセットをかけるような、それが狙いになると思いますね。さあそのコグの位置に向かいます。もうリコールの妨害はされたくないでしょうね。大量にミニオンが溜まってますが狙ってますか。あとアルフォードが、おっとテレポート、この位置からテレポート、あーボットレーンで無理と判断してトップレーンに圧力と。これはカリル類非常にトップレーンが遠いです。さらにビビまで寄ります。しかもミニオンがかなり大量に溜まってますから、今回は折れますねトップのデカンタを。いやー、さらにその通路カット、メイケが寄ろうとしていたところヒールまで切りました。そして前に出るのは広告ですが、またしても同じような形、タワーがミニオンのアグロは行っていない、ギリギリ守りきりました。そして広告スネア前に出てくる、いや逆に待っていたのはカズ、バブルを合わせてファーストブラッドはデイワン、そして折り切った、完璧な順セットアップですね。スイズルはタワーではなくブルーバフのコントロールになっていますか。ヒットのブルーバフをコントロールすることはこのマッチアップでは非常に重要ですからね。もう判断としては非常に正しいと思います。今できる限りの正解に近い状況だと思いますが、ただスカーズが上回ってますね。やはりスワップを行った時の判断の正確性、素晴らしいものを持ってますね。まあただこれがスカーズというチームの一つ特徴というか強みでもありますから、スワップを行った際に方法を必ず有利作り出しますからね。今はもうすでに9分という段階でこれを900ゴールド、約1000ゴールドの差を作っていると。さらにここからデイワン選手はスイズに対選手に対してレーニングでアドバンテージ作れますから、スタンダードなマッチアップをここからスカーズ狙っていきますね。さあ手に行きます。ただデイワンのCS が少し低いのが気になりますか。ファーストブラッドを持っていますしタワー分もありますから、そこまで気にすることではないと。ゴールドアドバンテージはしっかりと持っていると思いますね。気になるのがトップのアルフォート選手がファームする場所が今ないような状況ですが、ここに対してブラックアイとしてはプレッシャーかけに行きたかったですね。ただアルフォードもかなり怖がってますよ。かなり警戒してますね。カリルイはボットサイド見えました。なのでレーンに現れることが可能になりましたね。ただ1レベル差があるのでまだもう少しレーン引きますか。そしてビビはおっと、これシンダーハルクが発動しましたね。あの位置だと普通発動しないんですけど、あれドラゴンが上から出てきたので当たり判定が少し広がってましたか。なるほど、あの壁に出てきて降りる行為のドラゴンっていうのはシンダーハルク当たるんですね。ちょっとびっくりしましたよね。まさか。そして次インファーナル、いやアルフォード選手ウェーブ引くことできてますから、今は1レベル差ありますがこれ返せますよね。うん、2レベル差、ものすごいレベル差が起きています。そしてテレポート、押し切ってからのテレポートですがこれは届きませんね。
これとなるとトップのレベルのアドバンテージを生かして国空選手がボットにそれを波及させようとしたんですができなかったのでかなりアルフォー選手楽になりましたし国空選手辛くなりますね。ここからまたレーンを引いてアルフォードとしてはどん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 ファームを進めたいと強引に取りに来てきたところをビビー選手がガンクでプレッシャーかけていくと落下としては常にドラゴンもないような状況でしたからボットにガンクというところは絶対に成功させなければ何のオブジェクトも得られないということで停滞失敗になりましたね。ジャングルの中にワードが置きたかったですか。そうですね今カリル・ルイが入ろうという動きはしています。でスカーズはトップのところのアドバンテージ広げにかかってますね。ビッグヘラルドですね。それは気づいてはいるんですがスカーズここに3人いますからただここでヘラルド取るのに時間をかけすぎてしまうとミッドのファーストタワーに対するプレッシャーブラックアイ高めてきますよね。さあミッド今殴ってますね。かなり削れそうです。5割は削れるでしょう。ただチャンスでもありますか。集まってはいます。いやここにスイズルも合流オリいやートリプルバブル折れません。いやアルティメットないですかね。デイワン選手やったらここに国王が来たことによって割れます。タワーダイブの圧力がありました。さらには無益うんアルティメットここはフラッシュで対応だらトゥルーショットバラージきっちりスイズルがキルを持っていきます。ヘラルドに3人かけたのが少し判断ミスでしたかね。アルキャッツ選手はすぐさまミッドのカバーに入るべきだったと思います。それに対してブラックアイがスカーズが判断ミスしたところをしっかりとついていってミッドのファーストを破壊したのは非常に大きいと思いますね。さあ今度はそのまま先手を取ってボットレインへ。これは少し削っていた状態ですが吉明タワーダイブがテレポート川のアグラが入っているヒールを切りました。ビビーはいやコクンできっちりカリルイ止める。そしてスイズルはブリンクアウト今1つ、アルフォード選手がテレポートを使いましたか。バブル非常に素晴らしかったんですがミニオンの処理というところに手間取ってしまってタワーもかなり削られてましたからねどうしようもなかったですね。見事ロングレンズスキル生かして切り取り切りましたね。まあこの睨み合いのところが有利な構成ですからね。それに対してスカウトとしてはトップのアドバンテージを広げるために少し無理をしてしまったというところがアドバンテージを失う結果になってしまいましたね。ということはこのアルフォードがその分だけ動かないといけないとそう言えると思いますね。シーンから買ってますか。かなり強気のビルドですよね。これは何にしますかね。リッチベインとちょっと面白いですけどおおこれでブルーバフ互いに交換ですか。いやこれアーリーキャットないですよ。アルフォード選手が取りましたからね。いやただ狙ってますアルフォードビビミッドレインへのローム。しかしメイ選手ボットサイドに体寄せてますから眼角はないですね。さらにはここにピンクワードがあります。アルフォード無理やり狙いに行くでしょうか。ブリンクインフラッシュが入ればいやウルトが届く距離ウルトで返したが決まった。無益打ち上がってスネア CC チェーンに絡まってこれはイージーキル。先ほどミッドのところでカズ選手を倒した際にフラッシュ使っていましたからねそこを意識してのスカーズの強引なガンクでしたね。さあ今度はミッドターンに圧力をつけるのはスカーズが仕掛けた。ここぶそしてカズを一瞬で倒すフォーカスがきっちり合わさっていた。コクンまでも決まっていました。動けずです。いや早いですね広告の判断は非常に早かったですね。これでタワーを守りきることに成功しましたよ。ミッドのところタワー守れたということでスカーズの狙いを潰した今のブラックアイの動きは見事だったと思いますね。一方のスカーズミッドのファーストターを失ってしまいましたしデイワン選手が業務完成しているんですがそのところを生かせていないというのが少し気になりますね。ああはいはい4のパースパイクを生かして彼を交えた少数戦集団戦といったところまだ行えていないですよね。
ヨウムブラッククリーバーってよくなんか中盤にどれだけショートできるかみたいな話をされるんですけど、ヨウムが完成した時点でもう少数戦闘を起こした方がいいんですか？起こした方がいいと思いますね。あ、それだけ強いアイテムなんですか、ヨウムというのは。AD キャリーという、まあ、ロールだいたいエッセンスリーバーやインフィニティエッジをファーストアイテムで買うことが多いですが、クリティカルのアイテムというのは同じようなクリティカルのアイテムを複数積んでようやく強くなっていくアイテムなんですね、うん、一方でヨウムというのはそのステータスとしてクリティカルがないですよね。その分だけ AD が高かったり、そういったところでクリティカルがない分だけその分ダメージが出しやすい、単体のアイテムとして非常に強力なアイテムなんですよね。しかしその一方で終盤になるとクリティカルがない分失速してしまうというような特徴のあるアイテムですから、いかに勝った時点で仕掛けてアドバンテージ広げられるかというのが鍵になっているアイテムですね。なんかでも通常の ADC だとやっぱりファームしたいじゃないですか、レートゲームというか、まあ集団戦にちょっと羊毛を買う時っていうのは、なんていうんですかね、ゼドのようなイメージというか印象、確かにそんな印象で、そうですよね、仕掛けていくことになると思います、ね、なるほど。さあそしてドラゴンの睨み合い、カワイタルウェーブは避けましたが、ここにフラッシュイン、さらにダブルバブル、完璧に決めたのはスカーズ、ダブルキルはなんとアルフォード、さらにデイワン走者ですが、ここに無益のアルティメット、さあスネアが連鎖します。いや、かなりのスネアが入って、さらにはスタックパッシブのスタックも溜まっていますが、前には出れません。代わりにブラックアイはタワーのところに対してプレッシャーかけていき、トレードを狙ってますが、これ取れますか？取れそうですね、ミニオンが大量にありますから。ただ AD 低いですよ、アルフォード間に合います。バミーガールドでタワー下にいることができません。ちょっと破壊できなかったのは痛いですね。トレードができませんでした。今のところトレードができていれば、あー、ゴールド、グローバルゴールドのところでアドバンテージまだ維持できましたし、相手の目を引き寄せることができたんですが、いやでも数は当てますね、当てますね。この CC チェーン、これスミズル選手のブリンク狙い撃ちですか？狙い撃ちでしたね。フラッシュですかね。フラッシュでしたね。フラッシュ落としてた中でしかも捕まえられたというのは非常に大きいですし、エンゲージに合わせる能力は非常に高いチャンピオンではありますから、しっかりと生かしてきましたね。さあこれでスカーズが現在グローバルゴールド1600ゴールドを、有利を取っています。現在18分30秒、タワー差はありません。ドラゴンスタックもスカーズが現在有利を取っています。アルフォード選手、トリニティフォースですね今。うーん、どうなんですかね。今アイスボーンガントレットよりはプレッシャーは高いと思いますが、問題は硬さというところがないことと、あとは戦いの率とのスタックがたまりづらい中で、だからすぐにその生かしきれないんですよ ね、トリニティフォースを。ダメージといったところ不利に出し切るまでは時間がかかってしまうと。ということはかなりの集団戦というか、こう敵のチャンピオンを殴る回数を増やさなくてはいけない。さらにはスキルでも一応発動しますけど、単体指定のスキルでないと発動しませんから、その場合だと W と Q、 W は発動するんですかあれ。 W は発動しますね。ということはあと Q になりますか。いかにスタック早く貯めてというところが鍵になりそうですね。さらにはその間耐えなければいけないですから、まあ、すぐさまバックラインに飛び込んでいって、スイズ選手と無益選手を攻撃することができればかなりダメージ期待できるのは間違いないですが、うんっていうのは、いや、トリニティフォースがいろいろなチャンピオンで使われますね本当に。エコーで使われイリリア・ジャックスかと思ったんですけどね。いや、まあイリリア・ジャックスだと思いますけどね。まさかフィズデモと、なんかウィッツエンドでもいいのかなと思いますけど、今だとこの後ウィッツエンド買うんじゃないですかね。あ、ちょっとウィッツエンドだとこの構成はあんまり良くないですか。そうですね、まあフル AD ですから。さあ狙っていましたが、ここはうまく当たりませんでしたね。 B うまく避けました。おっと、アルフォード選手が取りましたね。そうですね、次はステラック
もしくはレッドマンズプレート。え、でも早めにアーマー積まないと、とは思いますけどね。多めにミッドレーンに圧力つけますが、ここはメイキはきっちりウェーブクリアをします。ダイブして倒さない限りはミッドのファスターは破壊できないですよね。さあ裏に回ってるビビがこの位置です。ただあのちょっと気になったのがですね、あのハリル・ルイがプル AD なんですけど、イージスに行ってて AP ダメージがやっぱりないんですよね。これはもったいないですよね。せめてリラ・イワ買うべきだったのかなとも思いますが、こうなるとビルドの組み立て方っていうのはスカーズからするとかなり簡単というか、対 AD のアイテムを積んでいけばいいですよね。吉秋選手がもしかしたらある程度 AP 積んでいくことになるのかもしれないですが、ただ買っているアイテムを見るとこれはミカエルですかになりそうですかね。ネクストはかなりカズ選手の、まあ、バブルが厄介な存在になってますからね。あれはちなみに打ち上げ判定ですけど解除はできますね。あ、スタン判定で打ち上がるんですね。そうなんですね。なのでスタンが解除されるので動けるようになるんです、ね、動けるようになります。あれは打ち上げのように見えますが判定自体はスタンですね。なんて分かりづらいただし野草のアルティメット発動できますからね。あ、そうなんですか。波のバブルはあれでスタンっていう、CC ではないんですね名前が確か。あ、なんか特殊な CC、 特殊な CC 名なんですね。まあそういうの結構多いですからね、はい、リーグオブレジェンドっていうのは。そしてドラゴンコントロール、これはスカーズの方がマップコントロール取れてますけど、アルフォード選手はテレポートがないですからね。さらにトップレーンに顔を出しました。一気に強気に前に出てもいいタイミングです。クラッパイ、いやこれはドラゴンのコントロールとか視界のコントロール取れていた分だけ少しもったいないような印象もあります。一気にドラゴンの前を取ります。アルフォード寄る素振りは全く見せません。であればトップのサードタワーを向けてローテーションすべきですから、デイワン選手がボッチに来たのがちょっとよかった。サードタワーに圧力を作るべきだったと。そうですね、あの動きをするんであれば、もしくはミッドのファーストタワーを狙っていくような動きをするべきですから、デイワン選手はミッドにポジションを取ってるべきでしたよね。ちょっとチグハグというか、はい、ちょっと仕掛けたアルボールクラッシュアウト。ここもう一度ミッドレーンへ。ビビの位置は見えていますか。いや、そこでウェーブクリアしない。ムエキは体力の余裕を取りにスキルを使いました。当たりに行く動き、コグコグ選手のためのテレポートのワードありましたが使いませんでしたね。ちょっとスカーズとしてはもったいないですね。今ゴールドのアドバンテージ3000ゴールド近くありますが、このまま睨みを続けていくとブラックアイの方が有利な状況になっていくと思いますね。なんといってもエジェルの方がレイトゲーム強いですし、そしてバルスもこの装備からするとかなりレイトゲームのポーク集団戦におけるダメージ期待できる装備になってますからね。さらにはインファーナルドレイクがワンスタックあるっていうのも大きいですよね。大きいですね。さあそしてアーリキャットはロッドオブエイジスからのゾーニャです。最近思うんですけど、このなんていうんですかね、 6.11、まあ、6.12 あたりに入ってから多彩なビルドを見るようになったかなっていう印象が、このチャンピオンだからこういうビルドだよねみたいなのがあまりないのかなっていう印象もありますけど、状況次第っていうところが多くなってきましたよね。この場合だとデイワン選手シミターですからね、セカンドアイテムが。これバルスのアルティメット、エリス、そして魔王界のスネアといったところを警戒しての選択だと思いますね。そして無益スイズルはサードアイテムにヘックスドリンカーですから、舞うってことですよね。だと思いますね。ただこれまだアリキャット選手いませんが、さあ裏から当たりに行った。
吉明を狙う動き、1キル取った、ただしここはアーリキャットはいない、それを見て反転するのは広告、すねを打ちますが、ここはサッシュがある、そしてタイタルウェーブ1、いや、1人広告のみ、アルフォードが張り付いて広告を倒しきれますが、その間に無益がきっちりダメージを出している、さあ、無益とスイズでダメージを出せるか、いや、ただしここにデイワンが登場、アーリキャットも合流した、倒されない、いや、ただしここはきっちりポークを当てて、ビビを落としきる、ダブルキルは無益、2-2交換。いや、ただまだ分かりませんよ、カリルイこれ仕掛けるチャンスでもあります。コクン、アルフォードを捕まえましたが、当たれません。ここもアリキャットがいませんでしたね。テレポートがあるんであれば理解ができる動きですが、ない中でやって仕掛けていく、もちろん1キル取れましたし、分断している中で仕掛けていった判断は非常に素晴らしいと思いますが、ただやはり持ってるポート、いや、ただこれはアルフォード無益を狙いに行きますが、火力が足りません。1対4でした。先ほども吉明選手カルマにアルティメットエンゲージのツールすべて使ってしまいましたから、無益選手やスイズ選手に対してプレッシャー受けませんでしたし、はい、今のも1対4の中にここで吉明選手にフィーズのアルティメット、そして打ち上げといったところを使ってしまっていますよね。カウンターエンゲージのところに、ここで B が、ね、狙ってくるところに対してカズ選手が前に出ましたが、ただやはりアリキャット選手がフロントラインとして相手のキャリーに対してプレッシャーかけられていないので、メキト選手とスイズ選手がしっかりと丁寧に回答できてますよね。あそこで仕掛けるんではなくて、アルフォードのウルトというのは、まあ、無益かスイズルを狙うために取っておくべきだと。それが、まあ、今回のフィーズの役割になると思いますからね。ただスカーズはこれでこの BO3 においてアリキャットがいないで仕掛けるシーンというのは非常に多いですね。ちょっともったいないと思いますね。セルショットバラージ、デイワンの打力を削り切ります。ここはたまらず走者、そしてタイタルウェーブ合わせた、無益を捕まえた、アリキャットが前線にいる、そこにアルコールきっちり合わせる動き、スイズルは完全に不利ですが、ビビットが またビビがここにもいなかった、反転しているのはブラックアイ、そしてなんとアーリキャットは耐え切ってはいますが、ここまた 5v4 ですか。レクサイのアルティメットを使うところがちょっと遠かったですかね、すぐさま始められるような場所がありませんでしたが、そして無益は耐え切りましたよ。国国選手が D1 選手をカットするようなプレッシャーをかけていたのが非常に大きかったと思いますね。さあ、ニコールを妨害はさせません、ここが体を張って妨害をさせませんね。次ドラゴン35秒後、まあ、取り合いになると思いますね。ただ一方で、はい、テレポーターのアドバンテージはブラックアイ側にありますね。ただインファーナルドレイクですから渡す判断はまずできないと思うので、取り合い、ということになると思いますね。残り15秒です。ボットレーンのトライブッシュに入ろうよという、これは触るというよりも当たりに行きたいという意思ですかね。それが狙いだと思いますね。広告も寄ってはいます。まずはワード一つ置いてインファナル触りました。触っています。さあブラックアイ、それを見て睨み合いは不利と判断したが、さあアルフォードが裏に入れるか、フルショットバラージ、デイワンが当たりました。さあそしてなんと取り切ったのは、いやこれはスカーズ、そこからタイタルウェーブ合わせている、無益が今度は捕まって、さすがにもう無理でしょう、シャットダウンはデイワン、さらに空中で逃げてはいますがダブルキルです。インファーナルドレイクプラススカーズが2キル獲得。このままバロンに行きますか。カリル選手、メイキ選手いませんからね。さあ一人でダメージを出さなくてはいけないのはスイズル。報告も寄ります。さあバロンはもう触っているが、反転したのはビビ、そこにデイワン合わせる、さあフラッシュインで打ち上げた、今度はスイズル捕まえられるか、スカーズチェイスする、いやここをフォーカスしているような形、フラッシュインはしましたがここは届きません。ミッドタワーに切り替えます。全体的に体力を削られてしまったのでスカーズはバロンは行うことはできませんね。
よく少し前めのポジションを取って相手のエンゲージを誘いましたね、ブラックアイ。もう誘った形ですか、あれは。あれは狙いだったと思いますね。ボットのビッグエイドあるので、ブラックアイはこれを生かして今度は逆にバロンに圧力を作ると、うん、っていう形になると思いますけど、一方でアドボーゼンしてポット上がりましたから特に問題にはならないということですか。先に視界のコントロールを使うと取ってますし、ただブラックアイとしてはやはり睨み合いの状況を長く続けたいですね。いかにその状況を作り出すかが鍵になっていると思います。一方スカーズは睨み合いの状況の前に一気に状況を打開して仕掛けていくと。さあ狙いに行きましたが、ここは足が速い吉明、アーデントセンサーにしましたね、吉明選手。はあ、シールドでアタックスピードを上げていく、強化していくアイテムですね。メイキ選手とスウィズル選手が、まあ、AD キャリーなので集団性のキルダメージを伸ばしていく狙いがあると思いますね。そしてアルフォードはフローズンハート、そしてこの次はガーディアンエンジェルですかね。ネガトロンから買ってますけど、ガーディアンエンジェルだと思いますけどね。アビサルでもないと思いますし、そしてアーリキャットはこれクリスタルセプターですよね。早めに敵を捕まえるような、デイワン選手とメイキ選手が共にモータルリマインダーにしているというのは非常に面白いですね。まあ、メイキ選手はあこれスペイン対策のモータルリマインダーになると思いますが、ただデイワンのモータルリマインダーはマオカイの小国ですかね、だと思いますね。まあ、前から溶かしていきたいと、お互いスカーツとしてはやはりボットのマオカイ VS フィズのところでアルフォード選手がアドバンテージ握ってますから、これを生かしてバロン周辺のところのアドバンテージ作っていきたいですね。さあそれに対してテレポートで仕掛けているアルフォードからタイタルウェーブ、吉明を狙いに行く、またしてもアルフォードは吉明、こうなると無益とスイズルが完全にフリーだぞ。国語がその間時間を稼ぎますが、ついに届いたアーリキャットのスネアバブル、いやただスイズル無益、それでも避けてダメージは出しているが、フロントラインが先に溶けているのは、いやこれはスカーズだ、スカーズが溶けている、ようやくここで前に出ましたが、それでもブラックアイ無益とスイズルがフリー。なぜカルマにスキルを全て使ってしまうのか、キャリーがおっしゃる通りずっとフリーでしたからね。アルフォードーっていう声が聞こえそうな集団戦でしたね。スキルを今のところ当たりも当たらなくとも、スイズ選手はメイキ選手に対して使っていれば、もう少しスカーズとしては有利な集団戦の形ができていたと思いますね。ここは一度味方の方によってリセットをかけてから、相手が前に出てきたところフィズは入っていくべきだったと思いますね。このタイミングでアリキャット選手とアルフォード選手が共にそのバックラインに対してプレッシャーをかけていればより有利な形できていると思いますからね。ただアリキャット届かなかったんですよね。ギリギリ届きませんでしたね。スイズルはスネアを避けて捕まったのはカリルルイでしたから、ちょっと思った集団戦ができてないですね、スカーズは。できていないですね。一方のブラックアイは回答しきっていますね。もう一度ビビが仕掛けます。メイキの体力が見えました。バロンを触ります。アルフォードが壁になり、触ってることこれバレてないですか。いや、ブルートリンケットで今気づきましたね。さあ前に出る、そこを狙いたいのはスカーズ、いやもう無理やり始めています。ここがようやく間に合った、まだバロンの体力は4000といったところ。さあ近づいてきたところでタイタルウェーブ4人に渡ってはいますが、ここはスイズルが前に出る、いやそしてブリンクでかわし耐え切る、コグコグが硬すぎる、バロンのダメージをさらにスカーズに全て当てるような形を取りました。ブラックアイガーディアンエンジェル発動しますが無益のキル、さらにはこれは削ってくれてありがとうでしょう。バロン獲得はブラックアイ。スカーズ全体として反転するのかバロンを続けるのかといったところの統一ができていませんでしたね。
アリキャット選手が少しバロンピット内に取り残されてしまって全くダメージも出せずに体力削られる一方だったのが気になりましたね。ここバロンにわざと触って相手を呼び寄せる狙いだったと思うんですが、ここからスネアが入ってしまったんですね。ああ、無益のスネアですか。呼び寄せるのであればキャリーはバロンピット外のところにいて仕掛けてきたところを襲いかかるという狙いがベストでしたが、かなりリスクの高い行動をしてしまったことによって狙いが完遂できませんでしたね。まあ、デイワンのポジショニングということですよね。さあ、そしてこれはエルダードラゴン LGL で久しくこのエルダードラゴン見てないですが、取り切りました。ブラックアイバロンとエルダードラゴンですか。かなり強力、しかもポーク構成ですからね。インファーナルドレイクもワンスタックあります。これはもう一気にエンド狙いますかね。かなりプレッシャーかけていってネクサス破壊するのを狙っていくと思いますが、無理はしませんか。確実にインヒビター、そしてボットタワーを狙いに行く動きです。トップがビッグウェブできていますから、ボットをゆっくりとプッシュを押し上げている間に取れるという判断もあると思いますね。いやー、ここの体力が減りません。タワーは強化されたはずなんですけどね。そうですね。まあ、もう十分アイテムありますから。かなり硬いですからね。さあ、勝負どころです。スカーズはなんとしても無益かスイズルを落としたいですよね。倒さないとダメだと思いますね。さあ、フラッシュはもうそろそろ上がろうかというところです。まずはタワーからスカーズは、ただしこれはエルダードラゴンがまだ切れてませんから倒し当たりに行くことはできません。インヒビターを2つ獲得はブラックアイ。そのままトップにローテーションですね。全てのインヒビターを破壊しようとしてますね。あ、ちなみにレボロさんご存知でした、エルダードラゴン取ると左上にマークが出るんですよ。あ、本当だ。すごい、ごめんなさい、あの今のすごいわざとらしいんでやめてもらっていいですか。いや、気づきませんでした。あ、本当だみたいな、なんか台本にあったかのような返しになってたんで、なんか、いや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 、これあれですか、ドラゴン、エルダードラゴンのバフが切れたらこのマークも消えるんですか、ね、そうです。なんで90秒でしたっけ、確か90秒ですね。あ、消えましたよ。あ、本当だ、気がつかなかった。頼みますよレボルさん。エルダードラゴンのバフの場合エフェクトで判断していたので。なるほど。あの、ちゃんとこの横っちょにあるんですよ。いや、見てませんでしたね。ぜひとも見てください。はい。まあ、もうブラックアイはインヒビター2つ生かしてトップのプレッシャー仕掛けていきますね。そうですね。いやー、スルッと話を変えるあたり慣れてきましたね。まあ、もうここは当たらないといけませんよね。そうですね、スカーズとしてはここ当たっていかないと。さあ、当たりに行く手段をどうするのか。ボットレーンで大量のミニオンが溜まっています。いやー、ただアリキャットの体力が一気に削れました。ここはポーク構成、非常にブラックアイ強い。クルーショット当てています。デイワンの体力がありませんから前に出ることはできない。インヒビダーもこれはブラックアイが獲得するでしょう。アルフォードが狙っていますが人数差があるぞ。アルフォード狙ったが、ここはカリレルがボディーブロック。さあ、今度はスイズルと無益を狙いに行く。アリキャットフラッシュイン当てたい、なんとしても狙いたいが届かない。クリスタルセプターがあってもアルフォードは離脱。そして反転するのはブラックアイ。デイワンがダメージを出しているが、広告とカリレルのこの壁2枚が抜けれない。ここでフラッシュイン、数も逃さない動きなのは広告。4キル獲得はブラックアイ。そのままネクサスタワーを降り、 LGL2016 サマースプリットラウンド5マッチ1、勝利したのはブラックアイとなりました。いやー、最後の最後で無益とスイズを狙わなくてはいけないという意思は見えましたけれども、少し遅かったですね。中盤の集団戦の中からずっと狙っていれば
勝敗は変わっていたかもしれないだけに、一つのその集団戦におけるプレーのミスではなくて、意思統一のミスであったり判断のミスといったところが響いた形になりましたね。一方のブラックアイ、ドラフトのところでエズリアルとバルスを出すと、まあ、一つ仕掛けた、ところでここで勝ったというのは非常に大きいと思いますね。それぞれのプレーも非常に良かったですね。序盤のところを耐えていって、まあ、一つスワップのところからアドバンテージ取られはしたものの、じりじりと返していってパースパイクを待ってからプレッシャーかけていく、非常に見事な試合運びができていたと思いますね。ちなみにブラックアイはこれバルス2回目ですね。1回目の時はカウンターをドラフトのところでカウンターされてしまったんですが、ここはしっかりと決めていきましたね。丸ファイトでしたけれどもねしっかりとハマってしまいましたよね。ただこれがこのブラックアイの狙いだっていうことできっちり見えましたね。見えましたね。ポークのところで削り切って、そして相手が当たりに来てきたところはキャリー2人のところのダメージで勝っていくと、見事な試合運びだったと思いますね。さて以上をもちまして LGL2016 サマースプリットラウンド5マッチ1が終了いたしました。本日の試合結果はこのようになりました。 2-1 ということでブラックアイの勝利となっております。さあそして次回のマッチ2ですね、アンソールドスタッフゲーミング VS セブンセブンの模様は6月24日金曜日18時より放送開始予定となっております。ラウンド5前半終了の時点で上位に踏みとどまれるか非常に重要な一戦だと思います。アンソールドスタッフゲーミングが勝つと上位に踏みとどまれる、セブンセブンは3位以降のといったところは非常に、まあ、力強く前進できるというところでかなり楽しみな一戦になりますね、はい、さあぜひどうぞですねこちらの放送もお見逃しなく、それでは本日実況私アイツと解説のレボルがお送りいたしました。本日はご視聴いただきましてありがとうございました。またお会いいたしましょう。さよなら。さよなら。ブラックアイランド、カリルル横からブリンクインです。スティール成功、カズが打ち上げて取ろうとしますが、ここはクロノシフトが発動中、デッドはしていません。アルモードがここにいる状況か。さあ後ろからスイズルですが、アリキャットのバーストにはヒールを使ってデッドはしない。ファーストブラッドはなんと無益、さらにはこれスイズルがもう1キル持っていく。デイワンが狙われてダブルキルは無益だ。テレポートで来ていたコクゴグ、爆弾がついています。カズがダウンしてトリプルキルはなんと無益。ミッドレーンの有利が一気にブラックアイに寄ります。彼が取り取られてしまって厳しいですね。さあ、ここでそのカズのライン対応というと、カリルイを壁の向こうに飛ばします。そこにテレポート、ヨシアキの動いフラッシュアウト。さあ、そこにアルフォード、スタンが2人、さらにグラビティフィールド2人動けず、シャットダウン。なんとスカーズ2キル獲得、さらにカリルイも捕まる。さあ、あとはスイズルを狙うのみ、アルフォード、いやアローを当てる、当てなかったが、ここはアルフォード避けました。でテレポート、アルフォードが入ります。カズがフラッシュイン、繋いでフラッシュがないのはもう無益、クロノシフトもありません。カズを狙いに行くは借りる、執行猶予の中に全員で入って、無益は逃げるが、そこにデイワン。さあデイワンが取った、ただしここでカズがダウン。アルフォード来ている、デイワン来ている、ビビ来ている、 3V3、 いやこれはもう無理だ判断した。ここがフチサンを決めて時間を作ります。デッドはあはは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 。そしてドラマトニアミアイ、サイカルウェーブは避けました。ここにフラッシュイン、さらにダブルバブル、完璧に決めたのはスカーズ。ダブルキルはなんとアルモード。それに対してゆっとテレポートで仕掛けているアルモードからサイカルウェーブ、ヨシアキを狙いに行く。またしてもアルモードはヨシアキ、こうなると無益とスイズルは完全にフリーだぞ。航空がその間時間を稼ぎますが、ついに届いたアーリキャットのスネアバブル、いやただスイズル無益、それでも避けてダメージは出しているが、フロントラインが先に溶けているのは、いやこれはスカーズだ、スカーズが溶けている。ようやくここで前に出ましたが、それでもブラックアイ、無益とスイズルがフリー。ここがようやく間に合った。まだバロンの体力は4000といったところ。さあ近づいてきたところでナイタルウェーブ4人の可能性はいますが、ここはスイズルが前に出る。いやそしてブリンクでかわし耐え切る。コグコグが硬すぎる。バロンのダメージをさらにスカーズに全て当てるような形を取りました。ブラックアイガーディアンエンジェル発動しますが、無益のキル、さらにはこれは削ってくる。ここでフラッシュイン、カズも逃さない動きなのはコグコグ。4キル獲得はブラックアイ。そのままネクサスタワーを降り、 LGL2016 サマースプリットラウンド5マッチ1、勝利したのはブラックアイとなりました。